前時の住処に行った時は時間にいるだったので、次からはそこはちゃんとしていきたいし、審判面ではボールを近くで見るっていうことを意識して、近くで見るようにしてたんですけど、試合が重なるにつれても体力切れて近くに行けなかったので、今回は考えて走りたい。運営面ではお客さんがやりやすいようにテーブルの配置とかやらないといけないし、ちゃんと自分で考えてやったけど、それが良かったのか悪かったのか分かんないんで、次から自分でちゃんと判断してお客さんにいいように